どうも皆さんこんにちは。ウイスキー専門店の岡村天翔です。どうも。今日はですね、まあリクエスト企画なんですけども、僕が好きなウイスキーっていうのを、まあ、地域別で1本選んで、まあ、教えてくださいというねリクエストがありましたのでね、まあ、早速答えていこうかなと思います。まあ、例えばアイラならアイラで、まあ、なんか1本、まあ、ハイランドならハイランドでなんか1本、アイランズならアイランズでなんか1本っていう、こうまあ地域ごとで1本ずつ僕が本当に好きなやつをね、まあ、紹介していくっていう動画です。全部好きっちゃ好きなんですけど選ぶのが難しいところもありますよね、結構。まあね、やっていきましょうか。わかりやすいところからいきますか。まあまずはアイラからいきましょう。いきなりですけどね。まあ皆さんわかってるでしょう。まあアドベックですよ。じゃあ、そうですね。アドベック10。まあこれはアイラで、ね、一番僕が好きなやつです。アドベキャンでございます。まあ僕は、まあアイラだよね。一番アドベックが好きですね。まあ、ちなみに、2位、3位を決めるとなると、2位はラガブーリンです。まあ、結構僅差でラガブーリンですかね。3位はボーモアかな。ボーモア結構面白いんですよね。ヴィンテージっていう面でもそうですし、このデビルズカスクって言って、もうめちゃめちゃどっしりシェリーなボーモアとかもあったりするんですけど、やっぱこういうリリースがね、本当に面白いです、ボーモアは。オフィシャルの限定品のリリースもいっぱいあって面白いし、まあボトラリリースとかヴィンテージリリースとか、まあ本当に面白いですかね。ラガブーリンはなんだろう、やっぱりアロマティックさ、この重厚さっていうのが、まあ特にね、あの冬、これからの季節にね、まあこれ投稿してる時はもう本格的に冬になってるかもしれないですけど、まあこう寒い時に飲みたいアイラですよね。まあアドベックはいつでも飲みたいんですけどね。じゃあ次の地域行きましょう。次は、どうしようかな。アイランズ行きますか。アイランズモルト。アイランズは、こちらですね。ハイランドパーク。こちらですね。僕、ハイランドパーク大好きなんですよ。もうね、この、ヘザーハニーのね、甘みと、ハイランドパークならではのピート感。このバランスがね、最高なんですよね。やっぱバランスがいいわけですよ。かなりオールマイティな、ウイスキーなので、まあだからこそ、まあなんだろうな、こうなんでこいつが好きなのかっていうのを説明するのって難しいですよね。なんで今付き合ってる、このどこが好きなのってあんま説明できないじゃないですか。まあそういうことですよね。でも僕は結構アイランズで一番好きなの何ですかって言ったら、僕は結構ハイランドパークでソフトでしちゃいますかね。タリスカーとか、まああと最近だとアランとか、やっぱり注目、集めがちなんですけど、やっぱり僕は、ハイランドパークが一番好きですかね。かっこいいし。なんかジャケも。バイキングオーナーですよね。そうそう、副題が。っていうのもあるし。まあ、あとボトラリリースもすごいたくさんあって、ハイランドパークって。で、やっぱり、ハイランドパーク自体の作品ってすごい個性が強いんですよ。まあ、さっき言ったヘザーハニー、あと、ピート。もうこの、いわゆるハウススタイルの特徴っていうのがすごく強いので、ボトラーで飲んでも、あ、これはしっかりハイランドパークだなっていうのがすごく多くて、それでいってやっぱそのボトラーの個性とかも出がちなので、うん、僕はすごく好きですかね。まあなんかこう説明しにくい。なんでハイランドパークがこんなに好きなのかっていうのはね。ただまあやっぱり甘みもありつつね、ちょうどいいバランス感っていう、好きですかね。やっぱバランスって大事ですよね。じゃあそんなわけで、じゃあキャンベルタウン行きますか。キャンベルタウンは、まあ、スプリングバンクですね。まあ、これはもう、なんとなく、そうだよねってなりますよね。僕はスプリングバンクの、カスクストレングスのものが、まあ一番好きですかね。まあ、スプリングバンクって本当にボトラリリースも、まあ、少ないですし、あってもめちゃめちゃ高いんですよ。まあ、オフィシャルですら結構な段するじゃないですか。で、ボトラはもう本当にすんごい金額いう、高さなので、まあね、コスパのいいウイスキーではないですけど、まあでもやっぱりこう、飲んじゃいますよね。アードウェックの次によく飲んでるのはスプリングバンクだと思います。まあこのブリニーなね、男らしい塩っぽさと、しっかりね、フルーティー感もありつつ、まあ結局こっちもバランスですよ。まああとやっぱり、値段が高いのは高いんですけど、やっぱり他のキャンベルタウンモルト、例えばグレンスコシアとか、もう、あれはね、本当にコスパいいし、すごい美味しいんですけど、まあやっぱり高い分、やっぱそれなりの、やっぱ違いはやっぱありますよね。深みがやっぱり
違うなとは思います。ね、まあ僕は結構スプリングバンク大好きですね。ほんとこう80年代流通のスプリングバンクとか、そういうオールドボトルのバンクとか飲んでも、やっぱりその変わらないハウススタイルというか、芯のあるなんか蒸留所だなっていうのはやっぱすごい感じましたね。この昔のものを飲んでも今のものを飲んでも、まあだから好きかな。じゃあ次どこ行こうかな。ハイランド行きますか。ハイランド結構選ぶの難しいんですよ。好きなの結構多くて、まあそれこそクライネリッシュとかグレンゴインとかグレンモレンジとか好きなんですけど、まあ一番を選ぶとなったら僕はこいつですかね。エドラダワー。まああのね、動画でも多分ちょくちょく出てるのかなと思います。ちょうどこれ最近買ったエドラダワーなんですけど、舞妓反応絵が描いてあるエドラダワーなんですけど、これめちゃめちゃ美味しいですよ。シングルカスク、カスクストリングスのオロロソシェリーワットの10年熟成ですね。2008年ヴィンテージ。エドラダワーの10年ですね。これめちゃくちゃ美味しかったですね。まあここに来て初めてのどっしりシェリーですよ。まあやっぱり、どしっとしてて、かつこう、ワクシーで、で、クリーミーで、で、かつその、シェリー感とかもすごいしっかりしてる。オフィシャルのボトルって、やっぱりね、今の時代そんなに多くないわけですよ。やっぱりバーボンダルがメインの、時代ですので。なので、やっぱりこう、なかなかやっぱり、シェリーダル、にがっつり振り切ってるようなっていうところもやっぱ少ないですし、やっぱりこのすごいね、小規模少量生産で従業員の人数もすごい少なくて、すごいちっちゃい蒸留所で頑張って作ってるっていう、なんだろうな、そういうストーリーも僕は好きかなーって言ってね。エドラダワーはもうほんと味も好きなんですけどね。昔のエドラダワーとかはね、本当にそれこそパユミな、まあソーピーなね味わいとかがあったりして、まあそっちはそっちで僕も好きなんですけど、あれ嫌いな人多いですけどね。まあ今の方が好きって人多いですね、エドラダワーは。まあ僕は、なんかこう、いろんな味の変化がエドラダワーはありましたけど、まあそれでも僕はこの蒸留所はね、何飲んでも好きですね。まああと、たまに限定品とかも出してくるわけですよ。そう、前あったエドラダワーの限定品で、フェアリーフラッグっていう15年熟成のエドラダワーがあったんですよ。もうもちろんチェーンはもうなくなっちゃってますし、まあ今手に入れるどうなんだろう。もうちょっと探したらもしかしたらあるかもしれないんですけど、あったんですよね。あれとかもね、めちゃめちゃ美味しくて、エドラダワーはね、こう、何やってもうまいなって思います。じゃあ次行きましょう。次は、どこ行くかな。スペインサイドがすごい難しいんで、先にローランド行きます。まあローランドですね。まあそれこそ前動画でキングスバーンズめっちゃ美味しいよとかめっちゃ好きっていう話をしたと思うんですけど、まあ今ここでキングスバーンズをね、選ぶのもありかなと思うんですけど、手にも入りやすいですしね。まあ、なんでありかなと思うんですけど、この、手に入れるのもちょっと大変。だけどそこ、まあ、この動画はね、ほんとシンプルに僕が好きなやつをね、紹介する動画なので、まあ、ちょっと手に入れやすさとかは一切抜きにして紹介したいなと思って、ダフトミル。皆さん知ってます？こっちでダフトミルって。このね、蒸留所のウイスキーはダフトミル。めちゃめちゃ美味しいんですよ。これすごい面白くて、まあ、農家さんなんですよね。これ、やってるところが。カスバート家っていう、まあ、家なんですけど、オーナーが。まあ、本業が農家で、こう、ウイスキーを作る、仕事っていうのは副業なんですよ。なんで、その、年に2回しか、ウイスキーを作んないんですよね。なんで、サマーバッチとウィンターバッチってあるんですよ。まあ、これはウィンターバッチですね。ウィンターバッチリリース。で、しかも、副業でやってて、本当に規模が小さい蒸留所なので、まあ、生産量が少ないわけですよ、圧倒的に。もうそれこそエドラダワーとか、スプリングバンクとか、比にならないぐらいちっちゃいんですよ、その規模が。なんで、買うのも結構大変なんですよね。もう本当発売されまーすってなって、もう一瞬で、もう、売り切れるみたいな。そういう世界観のウイスキーです。しかも結構値段高いんですよ。いくらだったかな、これ。まあでも全然万は超えると思います。多分1万5000とかそんなもんじゃないですかね、多分。もうちょっと高いかもしれないですけど。まあそれぐらい。まあいい値段しますよね。オフィシャルの普通のやつ。で、まあそれぐらい値段がするんですけど、やっぱりそういうストーリーが良くないですか。その農家の副業で年に2回しか作らなくて、しかも超少量生産です。日本に入ってくる本数も限りなく少ない。そんな中で、これだけ完成度、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。本当に完成度すごい高くて。こういうウイスキーはね、本当になんかこうロマンを感じるというか、
なんかこう、くすぐるものがあるんですよね。最後、スペイサイド、いきましょう。いや、スペイサイドが一番難しいんですよね。まだ実は決めかねてるんですよ。まあ、それこそ、前あの動画で出したね、グレンダランとか、まあ、あとあの、リンクウッドとかも、あと、ダルユインとか、そのあたりとかもね、めちゃめちゃ好きなんですよ。特にダルユインとかね、20年オーバーのダルユインとかをマジで、もうあったら絶対飲んじゃうぐらい好きなんですけど、まあそれでも、まあやっぱり、一番好きってなると、こいつですかね。グレンファークラス。こちら。まああの、もうこれがスペイサイドで、多分一番好きですね。なんていうかな。まあ、正直、ファークラスの12年は僕そんな飲まないんですよ。ファークラスって、やっぱ酒質的に結構ドシッとしてて、朝食向けなウイスキーなんですよね。グレンファークラスって。なんで、ヤングエイジのグレンファークラスって、ぶっちゃけね、全然美味しくないんですよ。その熟成感があればあるほどファークラスってめちゃめちゃ輝くんですよね。超美味しいですよ。まあ、ちょっとこう、熟成感のあるタイプの、あの、グレンファークラスとかはね、すごい好きです。まあ、しかも、その年数の割には意外と安いので、やっぱスペイサイドのですし。まあ、それこそバーとかで一杯飲むのは全然いけなくはない金額帯ではあるので。まあ、なので、そこの辺、このファークラスの、まあ、ちょっと熟成感のあるタイプとか、めちゃめちゃ好きですね。まあ、なんか動画でもちょっと話したかもしれないんですけど、あの、ファークラスの50年を飲んだ時とかはもう、口の中でコスモが広がってもうめちゃめちゃ感動したわけですよ。その明確な味というかもうあの飲んだ時の感動っていうのが本当に忘れられなくて未だに、まあ、また飲みたいなと思ってるんですけど、高いですよね。あれボトルで100万とかするんでなかなか買えないんですけど、まあ、やっぱそういう感動があったウイスキーでもあるので、まあ、それでもやっぱ全然ね20年オーバーとかのファークラスでもめちゃめちゃ美味しいので、まあなので選ばせていただきました。グレンファークラスめちゃめちゃ好きです。てなわけで、まあこんな感じですかね。地域別、僕の好きなウイスキー紹介ということで。まあどうだったでしょうか。まあそこまで偏ったセレクトではないかなと思います。結構無難じゃないですか。そうなんですよ、結局ね。もうほんとシンプルに僕が好きなやつを選んでただけなんですけど。めっちゃ普通でしょ。なんか別に全然、なんだろう、マニアックなチョイスではないですよね、全然。ちょっとね、このローランド系はちょっとマニアックだったかもしれないですけど、まあ他は全然もうめちゃめちゃメジャーなウイスキーですね。本当に好きなウイスキーは。マニアックなのもね、いいんですけどね。まあやっぱりこういうのを飲んで、こう自分が成長してきたっていうのもありますしね。まああと、ちなみに今回ボトラー系しかないやつとか、まあ閉鎖系とか、まあ閉鎖蒸留所のものとかは外してます。まあそれ閉鎖蒸留所とか入れたらね、それはもちろん変わってくるところもあります。そういうをやっちゃうとこううざくないですか、なんか。まあなんでオフィシャルの今もう普通に原稿で出てるもので紹介させていただきました。なのでまあめっちゃ普通なチョイスだったなと思います自分の。まあこれがまあこんなもんですよみんな。そのだけでね、本日の動画は以上になります。まあ、この動画ね、面白かったよとか参考になったよって方は、ぜひぜひね、チャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いいたします。あと、インスタグラムとツイッターの方もね、やってますので、ぜひぜひ概要欄からチェックの方よろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。